しぶりにやりまして、はい、とてつもなく眠いです。ここでこれ飲みます。地震が結構揺れてびっくりしたっていう。びっくりしたっていう話しました。スプラはでも昨日は言って2時間半くらいしかやってないかも。嘘、地震気づかなかった。地震で起きる日ってあんまりいいことないんだよな。でもさ、結構なんだろう、こう寝てる時に地震が来ることが多くて、ね、本当にめちゃくちゃ大きい地震来た時どうするん、どうしたらいいんだろうってなっちゃうね。これ怖すぎない？だって寝てたらもう終わりだよ。でも私は動けないかもしれない。もう昔から自分は絶対に死なないっていう自信があったんですけど、この3月くらいにお風呂で貧血で倒れた時に、あ、これは死なないとかないなと思って、あ、避難所か。今日は美容デーにしました。もう伸びきったネイルと、結構伸びてきた。多分コンサート前めっちゃバタつくと思っていた。松葉にも行きます。松葉もまだ上がってるっちゃ上がってるんだけど、下がってきたなって。眠いけど、でも松葉で寝ない日ないんだよね。松葉で 100% 寝ちゃう。アンパンマンめっちゃ真面目に見ちゃう、いつも。このロボットの子すごい声してる。まるちゃんと一緒の人かな。
マツパしてる時動けない。私今何しようとしたんだっけ。ああ理解した。嘘、アンパンマンってこの時間じゃないつも。私この時間で育ってきたんだけど、何かを取り出そうとしたのだが、何を取り出そうとしたのかな。朝6時？嘘でしょ？え？金曜日の朝だよ。怖いって。この時間ですよ、アンパンマンは。絶対に。普通にこの時間だよ。夕方やってないよ。夕方やってたの。むしろそりゃ知らんかったわそりゃ知らんかったわ。そろそろ化粧品検定の勉強したいなと思って、もしかしたらマツパとネイル行ってる時に時間が空きそうなので持っていきます。本を小っちゃい時何見て育ってきましたか。朝は E テレ見てた。ハム太郎、ノンタンって聞いたことある。なんか白いやつか。アトム、プリキュア、キラレも一緒だわプリキュア、ポケモンね、ガンダム。なんか知らないのいっぱいある。ジュニアだ。私は日曜日、土曜日、日曜日は、日曜日か、プリキュア、イメイロパティシエール、ジエルペット、守護キャラ知ってますか知ってますか。私は結構家にいることが多かったんで、ちびレビとかもあったね。プリキュアは本当に憧れたね。なんか保育園の時にプリキュアごっこしてたもんね。なんか顔むくんでない？めっちゃ顔むくんでるやん。どうしたの？で、男の子のアニメは一切見なかったです。仮面ライダー始まったらテレビ消すとか。
ハスタとか見てた、おハスタに憧れて私バトン買ったんだよね、こやつ。なんとか監督マーチが好きだったんだけどな、おハスタの。あ、でもポケモンのなんか、ポケモンのなんかは見てたかも、ギリ。え、バトンのなんかピンクが欲しかったのに、ピンクがもう売れすぎて仕方なく妥協で青かったっていう気がするか。その時にちょうど水色が好きで、なんか水色が好きな時期って絶対あったんですよ。なんか水色にし青にしたか。私テンテレ一切見てないの。でもテンテレ見とけばよかったって思って。結構みんなテンテレの話するんだよね。テンテレ見てないの。ランドセルとかはピンクが良かったんだけど、飽きるからやめなさいって言われて普通に赤っぽいピンクにした。でもなんだろう、今のその女優さんとか俳優さんとかアーティストさんとかで結構テンテレ出てる人が多いらしい。めっちゃいるよね。でも私はあ、この人テンテレなんだとか分かんなくて。テンテレはね見れなくていつも変えられてたな。あ、ね、プラベキナの恋愛のやつは結構女優さん多いよね。あれ見てたわ。ピラメキーノめっちゃ見てた。まあ、恋愛のやつが面白すぎて。そういうとこから恋愛のものが結構好きになったかも。でも花かっぱとかも見てたし、おじゃる忍たま乱太郎とかも見てたよ。ね、次のクールのドラマめっちゃ面白そうなの多くないですか。そんなことない。そう、クロサギとかなんか面白そうだった。見るもレポン。トゥトゥトゥル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 ってやってたっけ。あれ違う、これこの音楽で分かる人いて今。トゥトゥトゥル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 これ何？これ何？これなんだっけ？あ、どれ見たのこれ？てててててよくわかったね。てて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 私のショールーム始まりそうにしようかな。てててよくわかったね。私めっちゃ今適当に歌ったのに。てれてれお邪魔女ドレミとか私見てないのよ。でもてれ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 待って、見るもねポンってなんだっけ。ちょっと絶対見たことあるもん。気にならないから見る。あー、なこなこ流れる、なこなこ流れる。
これから見るもねポンって見るもねポンのなんか持ってたな。懐かしい見る見る見るもんでポーンなんてでもあんま見た記憶ない。聞いたことあるけど楽しい。私こういうね昔の話するのも大好き。でも私はキラリンレボリューションが大好きなのでキラリンレボリューション今から聞きたいと思います楽しい。でもキラリンはやっぱ男の人分かってくれないからむずいよね。チャンス無敵の勢いでチャンス、今日までの甘い道にさよならを告げるわ。チャンスどうでもチャンス見ててね。先の道を歩くわ。たったため。いやマジでキラリンって本当にアイドルすごいよね。私なんか DS のカセット2つくらい持っててキラリン3つかな。なんかめっちゃ交互にやってた。待って欲しくなってきた今さら。使えないもん。使えないか 3DS で使えないか。いやでも私はパンケーキっていう歌が一番好きなので可愛いから見てください。全部好きだけどハピハピサンデーも好き。マインちゃんも見てた。でもミルキーウェイも好きなんですよね。タンタタン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 も好きだし本当に好きです。そうなんだ。でも 3DS 実家だわ。めっちゃ好きだよマジで。めっちゃ好きだった。これはでもみんなに教えたことある。衣装が可愛い。私薄紫好きだから。薄紫じゃないけど可愛い。うん、竜とそばかすの姫だって今日。大好き。私ラブ&ベリーやってなくて。なんでかって顔が怖いからラブ&ベリーやってないんです。タンタンタンめっちゃ好きなんだけど、このタンパリン欲しいって言ったのに買ってくれなかった。私の親は星型のタンバリンがあるんですけど。ラブベリーってめっちゃ顔怖くない？なんか表情変わんないし怖くてなんか欲しいって思わなかった。怖いよね。なんかそうだから周りはめっちゃラブベリーやってるのに私本当にラブベリーやってなくて、なんか流行遅れてる人みたいになってたんだけど怖かった。でもプリキュアの2人はプリキュアのなんだっけ、ポルンの携帯は買ってくれた気がする。あー虫キングとかあったね。
でもタンタタン好きすぎて振り付け覚えたもん。あ、ポルマクサーとか。いや、私守護キャラがめっちゃ好きだったんだよね。守護キャラ、てか私初恋サイダーっていう曲の存在を本当に最近知って、え、なんでその時知らなかったんだろうって。でも結構みんなカラオケで初恋サイダー歌うのさ、全然知らなくて。そう、よく聞くな、カラオケみんなよく歌うなくらいしか分かってなくて、知っとけよって感じ。今めっちゃ自分にイライラしたもん最近。え、今ってか本当最近知った。マジで人生損してるわと思って、ショックだわ本当に。自分にイライラするもん。でもやっぱなんか TikTok で結構出てきて、え、それはボーノって読むんですか？ボーノそれすら分かんなくて。TikTok でなんか歴代最高のアイドルだよねみたいな、ブオーノ、ブオーノ合ってる、私の発音。そう、なんかみんな初恋サイダーカラオケで歌うけど私本当に知らないって言ってて、知らないのみたいになるから、えっと思って。ここの人は知ってるのに、そう。ちょっと聞こうかな。そう、YouTube プレミアムはまあ入ってるんで、そう。最近 YouTube で音楽聞くこと多くても、明日は久しぶりにカラオケ配信でもしますかね。ちゃんとなんか今月ショールームできてなかったし、明日お話し会だからその後やろうかな。でも何だろう、昨日さ大西さんのさショールームの話を聞いてさ、あーなんかすごい私もなんかそんな感じだったのかなって思いながらしみじみしてた。でも私は大西さんよりなんだろう、人のことを考えてないと思うんで、大西さんの性格的にはすごくしんどかっただろうなって感じ。やっぱ話すのじゃ話すのが上手ですよね。私は本当にいつも大西さんの生誕のスピーチを聞くたびうるうるするなって思う。
え、でも分かんないけど最近ファンの人減ったんじゃないかって自分で思っちゃって、でも私の配信も確かになんか内容のない配信ばっかだったし、うん、新規さんはもちろん嬉しいんです。でもこのご時世頻繁に会えるわけじゃないからさ、なんか今来てないのかなとかっていう風にごまかせちゃうのもあるじゃないですか。だから分かんなくて、もう来ないのか、それともたまたま今仕事が忙しくて来れないのかっていうの分かんないから、でも嬉しいです。本当になんだろう、でも新規さんがいなかったらさ、やっぱアイドルやってる意味ないからさ、こう自分が変わりたいと思って魅力をさ、なんだろう、私は自分の魅力をねちょっと変えたいなと思ってるところで好きになってくれるっていうのはやっぱ嬉しいことですし、まあそうだよね、オンラインとかお話し会とかなってくるとなかなかね。あとはなんだろう、結構多いのがやっぱり親御さんがそうちょっと病気でっていう方が多くて、そうはもう仕方ないんで、いつも優先してくださいって言ってるんだけど、そうなんです。まあでもそれをきっかけにね、押すのやめるっていう方が多分結構多かったから、結構いたんですよね今までに。でもなんだろう、もう本当に卒業するってなった時は、今まで私のことをちょっとでも好きになってくれた人全員来てほしいなって感じだね。一緒に思い出作ってくれてありがとうって感じだけど、まあでもそんな寂しい話はね、今するべきことでもないので楽しくいきましょう。今私のこと好きじゃなくても、ちょっとでも私との時間を過ごした人はやっぱ来てほしいなって思うね。女の子は本当に増えた。でも嬉しい。でも私は生まれ変わったら男性アイドルになりたいってずっと言ってるんですけど、でもやっぱ今の女の子のファンってゆなちゃん可愛い憧れみたいな感じで、それもねやっぱ女の子だからすっごい嬉しいんだけど、私がどっちも味わいたいんだよね。どっちも味わいたい。なんかゆなちゃん可愛い、本当に憧れで好きですみたいな感じと、で大西さんとか奈々さんとかみたいに、えもうかっこいい本当に好きみたいなのも味わってみたい。もう恋人にしたいですくらいの、もうガチ恋みたいな。そう、承認欲求強い女だから私強そうって絶対思うと思うんだけど、承認欲求そう強いかな。でも一番は結局私は自分が一番可愛いっていう立場にいたいから、やっぱショートカットにするとかはないんですけど、
ね、でも承認欲求強そうじゃないですか、性格的に。これで私承認欲求全然ないんですよって言っても多分通じないと思う。私嘘つけないから承認欲求めちゃくちゃ強いと思う。強そうじゃなくて強いな。そう、まあでも男装とかしてみたいと思うけどね。イケメンになるのかな。でもどうなんだろう、顔的にさ、なら甘い女の子の顔してるかな。でもアイドルになってからの気がする、承認欲求強くなったのは。可愛いって思われないとモチベやっていけないからね。なんだろ、別に自分で自分のこと可愛いとは思わないけど、みんなが言ってくれるのはちょっとでも自信持てるなって感じはします。確かにめちゃくちゃイケメンっていうよりかは、なんか子犬系イケメン男子みたいになってみたらいいのかな。子犬系な顔な気がする。そんなんみたいな。でもなんか TikTok 見てたら、その高校生かな、文化祭かなんかで男装しててめっちゃイケメンで、そうそうすごーってなった。いやさ、待って今さこれ飲んでたじゃん。ダメだ、私朝ミルク俺飲むのダメだ、お腹痛くなる。これ毎回言ってない？飲むのやめろよって感じだよね。なんか自分の体のことあんまり分かってなくて、最近なんか多くなってきた。ダメだ痛いお腹。うーん、自分の体のこと分かってないのやばいよね。今日って寒いですか？長袖の方がいいかな。でもご飯食べてないまま飲んでるから余計にダメなんだろうね。寒いです、長袖の方がいいか。じゃあ、マジでお話し会の服どうしようかな。絶対人少ないね、やっぱ話し会。メイクさんとかにも結構髪の毛流す、前髪流すのみたいな結構聞かれて、はいもう流しますって結構オープンに言っちゃったんで、本当に流して生きていきます。もう当分前髪作らない、絶対に作らない。もうい
わ、結婚式いいな。私友達の結婚式とか行ったことないかも。早く行きたい。本当似合ってる？ただのギャルじゃない？でも3分クッキング冬瓜3分クッキングってさ、自分が好きなものじゃないとなんか気分上がんなくない？あーでも同級生が結婚っていうか、まあ結婚して、まあ子供がもう1歳になって、なんか家を建てる話したか、家を建てるらしくって、すごくない？家建てるってもうすごいやんと思って。そういう子ばっかり同い年で。あ、今日マスカラしちゃダメだった、忘れとったわい。マツパする前、マツパした後はマスカラをしちゃダメなので、すいません。あーローンね、すごい。ローンとか久しぶりに聞いた。あつ森、動物の森以外でローンってあんま聞かないから。そっか、ローンとか考えたら早い方がいいんだ。あつ森以外であんまローンって聞かない私。しないとね、だいぶメイク薄く見えちゃうからちょっと嫌なんだけど。マツパしてからネイルにすればよかったかな。住宅ローンってしんどそう。最近までキューピー3分クッキングフルネームで3分クッキングって生放送でやってるのかと思ってた。収録だよね。生で撮ってると思ってた。ちょっと生感ない。でも3分クッキングって生だと思ってたんだけど。でも3分クッキングってなんで3分なんですか？絶対に
3分じゃないのに。放送時間ってこれ3分なの？あ、てかスタバの、あ、お手軽ってこと？スタバのあれめっちゃ美味しかった、芋めっちゃ美味しかった、これ飲んでください。ゴンチャも美味しいよね。私もゴンチャ、ゴンチャのウーロンホワイトフローズンティーみたいなのめっちゃ美味しいです。昔が3分の放送だったってこと？でもさ、わかんない、誰かが食べてるんだろうけどさ、父、煮たものがこちらですとか焼いたものがこちらですとかやってたらなんかもったいないと思っちゃうもったいないと思っちゃう。もちろん食べてるよね、そりゃそう。マスカラしちゃダメなのでこんな感じになっちゃったよ、なっちゃったよ。待って、ガー死んでるんですけど、怖っ。どこで命を絶ったんだろう。どうして急に死んでた。くるんで今ティッシュでさよならした。どこで命絶ったんだろう。もう切れないと思って、なくなっちゃったのかな。え、卵産んだからとかやめてよ、怖いって怖いって。
もうすぐコンサートだね。なんかあっという間にコンサートまで近づいてきたけど、パジャマ長袖に変えましたのと、これはおうちデートの時に着てたパジャマです。そういえば、寝癖ひど。寝相めっちゃ悪い。寝相悪いっていうか寝返りめっちゃ打ってるらしい。でもあんまりね、自分だと分かってないんだよね。でも結構浅い方かも。今日久しぶりに窓開けて寝たんですけど、やっぱ外の音が結構聞こえるので結構起きちゃうね。上下逆さは子供の時だったけど最近はないです。実家でもうほんと小学生とかだけど、小学生の時とかは逆さになってた。いらっしゃい。枕が腹の上になること。嘘でしょ。枕が入れ替わってるとかある？私がなんか枕2つあるんだけど、なんかもう一個の枕使ってるはずなのに、なんか入れ替えてもう一個の枕で寝てるって言った時はある。
私のなんか髪質がめっちゃ外人さんと一緒の髪質してますねってめっちゃ言われる最近。髪染めて余計に言われるんだよ。めっちゃ毛が細いって言われる。毛が細くて柔らかい髪質って言われる。そこでみんなは髪質さ分かんないよね。触れるわけじゃないし。めっちゃ細いな私の髪の毛。で柔らかくてサラサラみたいなのが外人さん。なんでニヤってしたか分からん。でも私は毛が細くてよかったなっていつも思う。ふわふわって感じの印象になるから。そうだから金髪が結構馴染みやすい髪質してるらしい。でもやっと髪だいぶ伸びてきたよね。もうやっとだよって感じ。もっと伸びてって感じなんだけど、やっと伸びてきた。まだ伸ばしたい。何着てこう。半袖じゃ寒いかな。マジでこういう時の服装むずい。羽織るものがいる。半袖寒い。もうそんな時期までそんな時期になってきたのも。どうせまた暑くなるんでしょいつか。知らんけど。マジで明日のお話し会どうしようって感じなんだよね。服買おうかな。また買うのってなってるけどね。ねえもう暑いのは勘弁だね本当に。感じかな。ちょっとまた着替えて髪の毛直そう。ということでランキングを見ます。ありがとう私の準備配信に付き合ってくれて。13位ペロペロチーノさん、12位クニさん、オキアットマークナンバさん、11位大粒ちゃん、10位サザビさん、9位ズーシミケンスーケさん、8位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリドンさん、7位クロケアットマーク
皆さん今日も VR 見ましょうさん、お願いします。6位まぼろしさん、5位ゆきたんアットマークうなちゃん大好きなとりどんさん、4位 YK アットマーク明日ごめんねとにま VR で勘弁さん、3位ダイヤくん、2位やっすんさん、1位ロロさんです。ありがとうございました。ということで今日も VR よろしくお願いします。それではまたメールや755でお会いしましょう。いってきます。